はい、どうもジャパニーズのひろかつです。今回は日本の聞きお菓子やっていきたいと思います。今回登場するお菓子なんですけれども、全部で5種類。まずブラックサンダー、これがこちら、ハッピーターン。ハッピーターン、これは多分ね、独特なねパウダーの味があるんで分かると思います。さあこちら、ドゥン、カントリーマーム。もうこれカントリーって言ってるだけなんでね、これもね分からなかったらもう日本人失格ですね。で次2つね、ちょっと難易度上げていきたいと思います。まず1個目がチョコボール。チョコボールなんですけど、これ僕の予想では誰か絶対アーモンドチョコレートと間違えると思います。で最後にむっちゃなんか問題で、ドゥン、じゃがりこのサラダとじゃがバター、この2つで、多分普通にじゃがりこ当てるときやったら味とか食感で絶対分かると思うんですけど、まあ、今回一番ややこしいこのサラダとじゃがバター、どっちか当ててもらいます。今回出場していただく3人に登場してもらおうと思います。右からアミちゃん、チアル、ワタルくん。ではルールの方説明していきたいと思います。まず全部で5問5種類のお菓子を食べてもらいます。でこの3人で競い合う形じゃなくて、今回協力プレイでやってもらいます。で次3つ目に、全員正解して、正解というふうにみなします。5問あるんですけど、5つ全部正解できたら僕の負け、 1問でも間違えたら僕の勝ちで、日本の代表的なお菓子ばっかり食べるので、まあ多分ね間違える人はいないと思うんですけど、まあ、頑張っていきましょう。どう、これ変やばい、見た目的には面白いけど全然大丈夫。待って、これラベンダーの香りでさ、わからんせつあんねんけど、いきますね。まず一つ目こちらですね、反対やった、これです。食べてください。マスク外して、マスク、ん、大きいので手で食べた方がいいと思う。おいしい、何これ、ありがとう。これでも知らないと思う、何これ、何これ、あ、マスク外してる、うん、サクサクしてるチョコ、うん、なんか、一緒なんだけど、美味しいけど、これ多分知らない、分かった、私は分かんない、分からんの、え、絶対知ってる、知ってる、チョコ、うん、分かった、分かった、チョコ、ほんまに分からんの、え、じゃあこれは分かるわ、これはさ、ほらな、なんか乗り物の名前にありそうなさ、乗り物の名前にありそうな、クッキーの入ったチョコみたいな、うんうんね、くんくんそう言わなくていいの、サクサクしたチョコ、ね、分かった分かった、はい、分かりました。名前ちょっと、3人全員で正解ですから、はい、うん、はい、じゃあいきます。日本のせーの、ブラックサンダー、正解、じゃあ2問目いきます、はい、これです。しかもこれのこれですから絶対わかると思います。準備できたので食べてください。うんうん、うん、余裕だわ、砂糖がかかってるせんべいみたいな、うん、あ、好き、うん、好き、砂糖がかかってるせんべい、なんか結構ちっちゃい子とかって食べるよね、あ、うん、大丈夫、もっと絞り込んどかなくて、いや、もうこれ大丈夫、うん、大丈夫、うん、じゃあいける、うん、皆さん揃ったということでいいですか、うん、いっせーので、ハッピーターン、正解、余裕やわこれは、はい、じゃあ2問、正解できたところ、次3問目に行きます。ちょっと3問目から難易度上げていきたいと思います。お、開けちゃった、開けちゃったけど、3問目これです。これは国民的なお菓子ですね、まあ、食べていい、ちなみにこれおかわり、おかわり OK です。分かった、分かった、待って、あ、分かった分かった分かった、ほんまに、ほんまに大丈夫、ちょっと待って、
や、これは分かったわ。オッケー。なんか、あ、これ簡単かな。中にチョコが入ってる柔らかいクッキーですね、うん、そうですね、うん、なるほど。好きそれしか言ってない好き温めてチンしても美味しい、うん、冷やしても美味しい。冷やして、え、うん、本当にそれでいい？え、本当にその答えでいい？本当にそれでいい？え、でもなんかさ、いつもよりちょっとしょっぱい気がした。いや、それはハッピーターンちゃう。あ、そっか私は本当にそれでいい？大丈夫やんな、みんな大丈夫だよね。しなしなないクッキーな。そう、柔らかいクッキー。本当に大丈夫？でも国民的だよ、ね、国民的ですね。本当に大丈夫？大丈夫、はい、大丈夫。じゃあアイマスク外して、アイマスクの方外してもらって、いっせーので、カントリーマーム。正解。いいね。ちょっと簡単やったかもな、これ。簡単やわ。じゃあ次4問目。ただ余裕だった。今んとこない。4問目これです。こちらになります。多分ね、これあれと間違えると僕は思うんで、今回これでいきたいと思います。うん、いや、え、日本のお菓子やった。日本のお菓子。これ知ってるわ。待って、これ知ってる。わかるって。うん、ちょっと何だっけ、ちょっと待って。え、わかんない、これ。いや、これな、知ってんねん、俺。え、みんな、え、え、なんでなんで、え、これだってあれじゃないでしょ。あの、めちゃめちゃ有名な方じゃないよね。あ、わかった。それが何かわかんない。え、それじゃないと思う。え、これわかった。え、あ、ちなみにもうそれ、おかわりないから、ちゃんと手持ちに大事に。あ、うん、わかるわかる。わかったわかった。え、わかった。ほらさ、いや、え、あれだよね。あれですよ。踊れる。踊れる？うん。歌知ってる。知ってるな。歌知ってます。ん？歌しないよ、歌なんて。チョコでコーティングしてる。うんうん、わかるわかる。何が？え、なんだろうこれ。やってさ、めちゃめちゃメジャーなやつでやってる。そうです。あ、オッケーオッケー。外してもらって答えを言ってもらいましょう。いっせーので、チョコボール。正解。余裕やわ、これは。アーモンドチョコレートかバカダミア間違えるかなと思ったんですけど、それ麦チョコとかかなと思って。あー、なるほどね。さあ、でもグーが知ってるって言うから、あ、麦チョコじゃないな。歌歌えるって言うので。え、わかんない、それ。あ、チョコボール、それか。あ、これだな、それや。あ、じゃあちょっと悔しいですけど、次ラスト、次最終問題ですね。いけるか、しかしないな。いけるか、しかし。最終問題はガチでムズい。これとこれを食べてもらって、それぞれ何味か当ててもらいたいと思います。さすがに日本人ならわかる。マジ？うん、え、なるほど。待って。これはわかるわ。待って。うん、日本の超有名なジャガイモを使った、うん、お菓子です。まあ、野菜とか結構入ってるから、うん。うんうん、人気です。流行ってるのが、これをお湯に入れて潰してポテトサラダにするっていうのがね、流行ってるんです。まあね、多分ね、何かまではもう絶対分かると思うんで、食感で、まあ、味を当ててもらうっていうことが今回の肝になってくる。じゃあ次渡していきます。じゃあこちらも食べてもらいましょう。結構一緒。え、味違うんだよね。うん、味違うよ。こっちが、ん？これ何？味一緒やわ。はいはい、違うって。こっちがあっちや、濃厚な方やって。あー、分かった。え、マジ？嘘。え、だって、ね、え、1個目はもう分かってるよね。1個目は分かった。うん、あ、俺分かったわ、多分。え、あの、定番の方。もう一回食べます。うん、毛穴の被害が多いもんな。あ、こっちの方が濃厚じゃない？うん、わかる。うわ、待って。え、待って、わかんない。え、わかる？うん、わかる。じゃあ1個目おかわりする？1個目は多分いけると思うんだよね。え、待って、こっちが、え、どっちがどっちやろか。
もう一回食べようかな。1個目。え、これ有名？知ってる？みんな。1個目。1個目。ん？やっぱこっちがそうやな。これはそうだね。これはそうだな、わかるけど。2個目が、ほら、なんか濃厚な感じ。なんか多分それでわかると思う。オッケー。外してください。わかった？商品名はまあね、多分絶対わかるんで、せーの、じゃがりこ。まあまあこの辺はね、いけると思うんですけど、じゃあ次味を当ててもらいたいと思います。1個目。じゃあまず1個目からいきますね。ほんまに大丈夫ですか、その答えで。大丈夫。自信は？めっちゃある。じゃあ1個目の方からいってもらいたいと思います。せーの、サラダ。正解。イエーイ。2個目が一斉のでチーズやった。ジャガバターです。濃厚なやったじゃん。だって濃厚はチーズじゃん。バターやったよ。違う、チーズだよね。濃厚はわ、やられた。わ、はめられました。ちなみにやっぱりほらこちら知らないんだけど、こちらです。こんな味あること自体、ジャガバター。ジャガバターさすがにわかるって味。チーズの味ですね。チーズ。濃厚なさ、チーズの味。じゃあまあ私は正解したんでいいです。関係ないよね。関係ない。三人全員。めっちゃ詳しいんだけど。じゃあ3人。じゃあ今から罰ゲームの方を受けてもらいたいと思います。で今回なんですけど、このパンに。わさびがね、いっぱい入ってます。で、1個が入ってない、セーフ。もう1個は、ちょっと入ってる、ちょっと辛いやつ。もう1個が、もうむっちゃ辛いやつ。正解数が多いね、人から、じゃあ一応選んでもらいましょう。真ん中で。真ん中。はい、いいよ、右と左。いいよ。待って、右。おい。どっちが？こっちこっち右じゃろ。わ。それまで最後ね、国民的お菓子が分からなかった愚かな人たちに食べてもらいましょう。何を待って。せーので、大学正解。あ、俺や。ちょっと待って。待って。絶対おいしい。1個はお寿司につけるぐらいの。鼻血出そう。だって泣いてんもんな。鼻血出るこれ。大丈夫？鼻血出る。ウニョンってなった。泣いてるけど。楽しいこれ。楽しかった。シンプルな。